市が経済なう、さて今週は。皆さん。はい、箱庭知ってます。箱庭もちろん知ってます。いろいろはの箱庭療法とか言って、あの心理療法で使ったりもするんですけどね。<ー>箱の中にお庭作るっていうパターンですよね。でも京都には、あの坪庭っていう文化があって、お家の中に。 ちょっとしたこう庭が失われてあったりするんですよね。はい。私はね壺庭ってその軸見たことないんですけど、ええちょっと違うものなんです。そうですね。壺庭と箱庭はまたちょっと概念違いますね。なるほど。はい。あの最近では箱庭のですね、まあ大きいものということも言えると思うんですけど、ビオトープなんてよく言い方しますけどもね、実は今週はウエモク、ビオトープをですね室内に作るという、ほー新しいチャレンジですね。行っているんです。はい。 大津市のこちらにはさまざまな経済団体が入っているんですけどもそれ以外にも企業の展示スペースもあるんですよ6月には植木が展示を行いました1階はこうやって広いスペースになっているんですねあここでいいろね展示が行われてるんですよ あ今日は上田社長お越しだと聞いていました。上田社長でございますかあ。はい、こんにちはどうも上田でございます,よいます。よろしくお願いします。牧田と申します。ありがとうございます。上田さん。はい。ここに展示してあるものは一体何なんですか。あの屋内ビオトープと申しまして、あの屋内で自然の、えー、水の流れとか,かあのメダカの飼う環境を整えた商品でございます。上目が展示したのは屋内用のビオトープ。石や砂、植物を使って。 自然界の循環を再現している一応水が流れて自然の植物が育ってますでこの中であのこれ一応ロ過層なんですけども水の循環をさせてあげて、えー、一つの生態系を生かしているということで。ということは そのご自身で水をかえたりすることはあまりなくても大丈夫なんですかあの基本、ね、メダカいうのはふんが少ないんです、で世話な楽なあの魚なんですけども、なおかつまあこういうろ過の砂であるとか、まあ、植物等であのろ過をしてあげて、ちょっとずつこう形が違ったりしてるんですけど、はいえー、ここにあるものはです、ね、どんな特徴なんでしょうああの、ね、少あの基本的に上の水槽の中は全部システム的に同じです。 ただ私どもはあの新たな販路を開拓してましてそのお客さんの市場にマッチした台とかディスプレイの方法がないかということでこれ多数展示させてもらってますあの後ろのはこう自然の写真ですかね、はい、一緒になっているんですか、はい、あの一応ねあの前のビオトープと後ろの映像映像を変えることによってものすごいイメージが変わってきますであのビオトープジャダシンシー全体をカバーする中でああいう映像を変えることによってあの四季折れるの感じであるとか もしくはあ、あれは企業の,インフォメあの入り口なんかを入れてもらうと、ようこそ何々へとかいう感じでインフォメーションをしてもらえば、うん、結構、その会社のき環境への取り組みの PR の場にもできるんじゃないかということで、ととでインフォメーションビオートープと名付けて、展示しております<ー>屋内用のビオトープは、値段が35万円から100万円、保育園や幼稚園でも多く設置されている。 こちらはやっぱりあの、ね、あのこういう広いエントランスを履いてもらったときにアルトとないので全然あの存在感が違うと思います、うん、でそれ用にあの開発したちょっと大きめの屋内美容トップになりますでこれも後ろに職歩にあのプリントしてるんですけど屋内でありながらあの屋外の景色をその後ろのバックの景色とこれとで出せないかということで今ちょっと参考的に後ろの景色目を提案したいなということで展示しておりますこちらの手前にあるのが、はい これはまだちょっと形が違うんですねこれはねあのちょっと今大高ですけどテーブルになっておりますここにソファーを置いてもらって一緒にお茶を飲んでもらえればあこれがテーブルになっているんですかテーブルなんですはいここにお茶を置いたりそうそうああおしゃれですねソファーを置いてもらうとちょうどいい高さになってますんでああなるほどなるほどまあどっちかと,いうと各業界向けに開発した商品です一方こちらは屋外に設置するユニット型のビオトープ値段は80万円から400万円だ あ,あちらにあるのがちょっと他とは違う、はい、重厚な感じがするんですね、はいはい、これはまたちょっと違うんですかあの他の商品を全部屋内向けに開発しておりますこれだけ屋外向けですで屋外をそあの外ですよね用の商品なんですけれどもこれ一つの特徴はこのままクレーン車で持って運べるのが一つの特徴になってますこのまま現場で下ろしてくるとああ組み立てとかじゃなくてこのままスッと運ぶそうですあどれぐらいの重さあるんですか でもちろんあのこれ展示場ですけど水も漏れないしもうこれ23週間置かせてもらってるんですけど屋内でもこれぐらいの生育はするんですけど屋外ではもっともっときれいにメダカも泳ぎますしそういう商品になっています今までは保育園幼稚園で子ども向けのビオトープとしてこれをはあの納入させてもらっていることもあります植木の本社は高島市新朝市町にある創業は江戸時代末期元々は植木屋だったが 現在は外交、エクステリア、植栽の維持管理を主に手掛けているこの日は高島市今津町の今津サンブリッジホテルで植栽の工事を行った今後ろで皆さん作業されてますけど、はいはい、これ一体何をされているんですか、はいえー、もともとあの植物が植わってた場所なんですがあのご覧のように屋根がありまして雨とか。 とかが当たらなくて水持ちが悪くて枯れてしまってて剥げた状態になってたんですそれをあの駐車場側から見ますとその部分だけがえ裸の状態でちょっと不格好やっちゅうことであの木をを新たに足ししてて補う作業をしていますで今回あの水をやっても土が流れてしまってたので柵を作りましてその中に木を植えさせていただいて。 で水持ちもよくするっていう効果を狙ってこういう作業を行っています、うん、入れてる植物は今どんなものですか、はい、ツツジの種類でサツキツツジっていうものなんですけども、うん、ついこの間まで花咲いてたような木ですねはいこれがもともと皆さん方の本業なんでしょうかあそうですねはい、うんはい、主にあ今回はこう植栽工事しますがあの民間の庭のお手入れメンテナンスと も、あの仕事の内容になってます。はい、ここはホテルですけども、はいはい、他には例えばどういう現場でこういったことをされるんですか？道ができたらその街路樹を植えさせてもらう。工事とか、あの民間さんであれば、うんえー、庭を作ったり、元々ある庭を回収して、えー、新たにリニューアルしてみるとか、そういった内容の仕事をしています。 かつては公共工事を多く手掛けていた上目、公共工事が減り、売上が最盛期の三分の一に落ち込んだこともあった。公共工事の頃はやっぱりねあの黙っててもなんでも仕事がありましたんで、特に営業努力もせずまあええ商品は作れなあかっけども、まあねあの結構発注がありましたんでそこそこのことをやってればよかったんですけどもやっぱりもう今後としてはどうしてももうどうなるかやっぱりあの受注量が減ってきましたんで。 特にね、やっぱりねあの売り上げを売ってきた時にやっぱり売りり上げを補も手当たり次第何でで受けたんですよそうすると余計にねやっぱりその <laughs> 大変なことになってしまってだからもう何でも何でも嫌ですよねそうすると本当にみんな苦労もするし車も壊れるし、まあ、まあ言えば安い単価で受けるから多少無理せんないようになったりして本当に余計に悪いところになってしまって。 でもうほんまにちょっとどうしようかなって悩んだ時もありましたでもそれから抜け出せる今ちょっと抜け出せたかなと思ってるんですけども薄利多売ではなく利益を生み出せるビジネスを展開したい上目は2000年から屋内用ビオトープの販売を始めた保育園や幼稚園向けには大手企業の OEM として販売これまでに屋内用のビオトープをおよそ200カ所にユニット型を100カ所 現場施工のビオトープを100箇所に収めた自分は何屋さんですかって言われた時にこんな水素作ったのは造園屋さんで分かってもらえないんですけど本業は造園屋さんですよというのと一緒でそののプラスアルファの延長せずにこれがあるとだからこれって本当に何屋さんの仕事はみんな分からないですね水素屋さんですかとかペットショップですか言われるんですよでも私でもメインはやっぱりこの石組みをすることであってその後にやっぱりその砂のろっ機能であるとかどう循環させていいなとか。 この室内で育つ植物は何やとか、こんな質に育つのいいのはやっぱりこれ、私自身やっぱり今までの経験の中でまあ、研究開発してきたものなんで、でもこの石組だけはまあ誰でもできるんですよ。だからゾウ屋さんすぐ真似したがるんですよ。でもそういう老化機能であるとか循環機能がなかなかわからないんで、真似できないなと思ってますし、まそれの一つの集大成ですよね。ということは今、競合相手はあんまりいらっしゃるではないですかないです。<laughs> いてな,しないしないです。えー、というのは私自身もやっぱりこれ滋賀県内で3台ぐらいしか売れてないです。ということは滋賀県の業者さんがまあだからこれは10年かかったですよ3台しか売れへん商品が開発してもビジネスにして成り立たないんですよねで私はこれを全国にやっぱり100台200台売る中でそこの中であの保育園幼稚園業界の園庭整備とか遊具の設置とかいう工事もやらせてもらってやってきてますんでプラストータルすると再生の指導を取るんですけども。 これだけだったら、絶対合ってないと思います。だから、今後としても、これで販売してたら、うちの会社としては再三合わないと思います。植木は地域資源、ビ琶湖材を活用した癒しの空間。ビオトープ開発事業で、市が新事業応援ファンド助成金の採択を受けた。店舗やホテルなどに向けた商品開発を行い、事業拡大を目指そうというのだ。そうですね。あの植木さん、よくおっしゃってるんですけれども、あのー。 新しいものにどんどん挑戦されているというところが非常に大きくてです、ね、今回のものもあのこれまであの保育園ですとか幼稚園には販売実績大きなものがあったんですけれどもまたこの新しい分野にです、ね、あの常に挑戦をされるというところで例えばあのエコとか環境とかあと商業とかホテルレストランといったこういう新しい分野にどんどんこう打って出られるというところが非常に大きなポイントでした。再の合わない新事業でも 自分を信じるるるここととがができればやがて日はは昇る上田社長のの攻めのビジネスそこに待ち受ける未来とはまあ私ども本当に本業は造園業ですんであの外交エクスティであるとか植栽の,の維持管理とかそんなものがメインにやっておりますでまあこれはあのこの部分はまああの本当にこのた小さな高島の中でやっぱり仕事ってある程度行くと飽和状態になるんで新たなことをしていきたいなという中の一つの。 あの仕事なもんでこれは本当にあのあのかつてがやっぱり保育業界ではこれが販売させてもらってビオトープが販売させてもらってこれからちょっと大きなせさらぎを作っていう川になり今度は大きな築山作ってよ遊具設置してよじゃあ,あの運動場を全部整備してよという仕事までつながることができましたんで今やってることはやっぱり他の業界でもそういうことから始めてこのちっちゃなビオトープから入って大きなその,マケあの,その市場の中で大きな 私どもの本職の造園業を生かせる仕事は作れないかと思っているところが一番のメインでこれはその本当の入り口の部分であると思ってますのでそういうところで今販販売どか販路ををう路開拓しようと思ってますあの私もこう弁護士っていう本業があってその延長線上にテレビ出させてもらっててその全然関係性はないようには見えるんですけれどもテレビ出させてもらうようになってからいろんなこの法的問題について。 あのすごく素直な質問とかをたくさん受けるようになってですね、こんなところに疑問を持たれている方が多いんだなってすごく自分自身勉強になってるんですね。うん、自分にとってはそのチャレンジが新たなその探究心であったりとか、そのまあ興味とかっていうことを生んでいるので。 あのまあ、ビジネスとしてどうかっていうのはさておき自分の,その成長にはつながっているのであの上田さんの話を聞いていていろんな試行錯誤の末にご自身がすごく成長されているんじゃないかなというふうに思いましたね。うん、あの公共工事が減ってきてき、はい、何ででももかんでも まさに私のちょっとお知り合いのね経営者の方がいらっしゃるんですけどそういう状況に陥っている方がいるんですよ。プレイヤーでありマネージャーでありちょっとねどっちもつかずのところでご本人もちょっと悩んでるところがあるんですけどやっぱり経営者というのはバランス感覚と決断力これって大事やなということ特に決断力って大事なんじゃないですかね。改めてて勉強させいたたただきましし以上特集で ここで一旦、コマーシャルです。滋賀経済ナウここで今週のニュースです。大見牛の出来栄えを競う共進会が開かれました。この共進会は、滋賀県畜産振興協会が開いたもので、 出品された58頭の近江牛の枝肉が競りにかけられましたこのうち直前の品評会で今年のグランドチャンピオン牛に選ばれた最高ランク A5 の枝肉は1キロ当たり6505円で大津市に本社を置く精肉店原産フードが競り落としました滋賀県で2024年に開催される国体に向けて 子どもたちの新たな才能を見つけようというアイススケートの催しが大津市の滋賀県立アイスアリーナで開かれました会場では元オリンピック選手でプロスケーターの織田信成さんが演技を披露して観客を魅了しましたフェスティバルでは織田さんらによるスケート教室も開かれおよそ70人の子どもたちが参加しました 2024年には琵琶湖部隊がございますので、ゼひともそれに向けて力を入れて、オリンピック選手を出すような、ね、勢いで頑張りたいと思います。み、は、な、い、さん、はい。今年春に種屋クラブハリエの妖怪市のお店に行きましたよね。はい、もうチョコレートのコースをいただきました、ありがとうございました。では、種屋グループの本拠地はどこにあるでしょうか。はいはい あの緑の屋根のところですそうです綺麗なとこですねそう大見八幡市にありますラコリーナ大見八幡ですよねもうオープンからねおよそ二年半あ、そんなに経つんですねそうなんですはい。あのラコリーナ大見八幡は種屋のグループ拠点として二千十五年一月にオープンしましたはいなんと言っても田んぼとかそうですよね自然にね囲まれたとこなんですよねうんあの中には和菓子の そうですねそして洋菓子のクラブハリーのお店がありますねはいここにしかないというねカステラショップもありますし、はい、さらに7月15日に新しいお店ができたんですよはいそれがフードガレージギフトショップどんなお店なんでしょうかはいなんと皆さんこの方が特別リポートして くれましたはい山本高夫さんですおはようございます <laughs> え本日オープンしたガレージショップですクラブアリエの駅菓子とかいろいろ並んでるんでぜひ見てください中を案内させていただきますまずは、えー、と入ってすぐ見えるのが2階建てバスなんですけども中ではマカロンを販売してますマカロンは、えー、と東京で奥下にあるっていうお店をやってるんですけどそこの お菓子です。ここは、えー、と主にキッズエリアでして子どもさんが食べてもらうようなお菓子を並べてますここういいうとか、こういうなん販売してます。<laughs> ちなみにですけどこれハリエさんは私がモチーフになってるんでちょっと似てるでしょう、えー、ここはジャムでして、えー、ジャムが基本的に6種類かなあるんですけど、えー、とそれがいろんな瓶に入ってるんでバームクーヘンの関連したね商品が並んでるんですけど個人的に好きなのはこのポーチですね こんな感じでパッケージがポーチになってるんで、まあ、あの食べた後も使ってもらえるかなとちょっと楽しみにしてます、まあ、あの2階を作った理由がこうやってねあのこういう世界をゆっくり見てほしいなっていう場所をねお店の中じゃなくて上からちょっとこう見てほしいかなというために作ってますもう趣味の世界ですねここは見てて好きなんですけどねこうやって山本さん ロンドンドバスや懐かしの車というアイディアはどこかから来てるんですかラッコリーナオープンしてバームクーヘンのお店できて次焼き菓子のお店するのに焼き菓子のお店っていうコンセプトがあんまなかったんでじゃあえこういう場所でどんな感じにしたら楽しんでもらえるかなっていうのをまあ自分たちの好きなガレージっていうのをこう。 まあ、おっさんが好きなガレージですねおっさんが好きなガレージをこう作ってその中に趣味の世界の、えー、建物を作ろうかなっていうふうに思いで作りましたなるほどそして私子供さん向けのお菓子がいいなと思ったんですけどいいお菓子って子供が食べるもんっていうのは間違いないはずがなんか高級スイーツ 奥様みたいになってきた、そこをちょっとね戻、戻したいというか、普通のことをしたいなと思ってで、子供さんが食べてもらえるようなパッケージにしてね、お菓子を食べてほしいって言うて作ったんですけど、まあ、今、すごい子供さんのファンが増えてきて、ちょっとこう、ハリエさん人気も出てきたんで、ちょっと嬉しいですね。このマカロンバス、めっちゃ可愛いですね。 ここにマカロンが入ってるんですよね。はい、だから食べた後も楽しめるっていうことですよね。はい、そうですよ。はい、そしてミワさん、はい、山本さん一押しのこちらでございます。うん、ちょっとで、ね、開けてみてください。はい、これね、すごいポーチとしても可愛くて、えー、何それ、そのポーチどこで買ったんとかなりそうなんですけど、<laughs> 開けたらお菓子が入ってます。これすごいですね。もうワクワクしますよね。これあのね、これたくさん買ってこういろんなところにこうちょっとしたこうね手土産で配ったりとかしても絶対喜ばれると思いますね。ね食べた後もはい楽しめるという、はい。これはすごいですね。しかもその行って場所も楽しめるんですもんね。そうですよね。見てるだけでもう楽しい,で、ね、いやこれすごいワクワクしましたね。はいぜひ一度ぜひ行きたいです。はい。 ではここで経済イベント情報です経営管理戦略としてのイクボスセミナーが草津市立市民交流プラザで8月1日に開かれます滋賀県はワーク・ライフ・バランスを推進しようとイクボスの普及に2015年度から取り組んでいてセミナーは今年度のプロジェクトとして開催されるものですセミナーでは福井正樹さんが講演します なお定員は100人で参加は無料です体験型新入若手社員のためのコミュニケーション力向上セミナーが8月3日に大津市の浜町ビルで開かれます受講料は一般は1万6200円滋賀銀ビジネスクラブの会員は1万2960円です 八市商工会議所と東近江市商工会では創業塾を8月27日から5回にわたって開催します参加者はマーケティングや財務人材育成の基礎知識を学ぶほかビジネスプランを作り発表します参加料は1万800円ですなお定員は30人です 皆さん私家具職人さんところに行ってきたんですよちょっとご覧いただきたいはい見せてください前原市に行ってきましたはいここで家具を作っている職人さんが浜田さんもともと大阪でお仕事をされてたんですけどもまあゆっくり仕事に取り組みたいと10年以上前にですね前原に移住しまして浜田さんが作る家具は企業からね注文をもらって作る手作り家具なんですけど この日はね、飲食店で使うソファーを製作していました。で、はい、ソファーだけじゃなくて、うん、浜田さんはあのシートまでも全部自分で作る。すごいですね。オールハンドメイド。そう、職人中の職人でございます。はい、こちらが浜田さんがこれまでに作ったチェアーなんですけども。はい、すごい、たくさんありますね。ね素晴らしいチェアーの数々ですが、一、はい、つだけ問題がありました、はい、一体何でしょうか。ええー、何ですか。このチェアーは座ることができない。チェ座れない。はい。 こ<え>の大きさです携帯を置けるぐらいのチェアってことですね、はい、実際の五分の一サイズなんですよお,、はい、およそ三十年前にね、はい、世界的な巨匠と言われるウェ、はい、グナーさんをですね訪ねたんですね、うんはい、あのデンマークの方なんですけどもね、はいえー、実はウェグナーさんの作ったものをですね、えー、そのままミニチュアサイズとしてなるほど自分も作りたいということがきっかけで、はい こういったたものを作り出したんですねでこういうものを作ることによって自分の技術を磨く、はい、そうやってきたんですね。これを見てこれをを作るる技術を売ってるんですよ、ね、で、他の仕事を受けるという普通の、えー、自分ができる技術の範疇でものを作るのではなくてやっぱり完成されたものの、えー、高いレベルの技術を、まあ、ミニチュアで再現することによってより自分自身もその技術的にレベルアップができるという。 いやーすっごい素敵な椅子だったのでちょっと正直欲しくなりましたねでも、はい、あの椅子は販売していません売ってないんですかあんな素敵なものを、はい、ただ、はい、事前に予約をすれば見学はさせていただきますなるほどさて皆さん、はい、気になったことありますかそうでですねあの最最近近のニュースで気になったことはあのピノが、ね最近 テレビ C をやめたらしいんですよそのテレビ CM をやめた理由っていうのがちょっと面白いなと思いまして10代後半から20代の方に訴えかけていくためにピノフォンデュカフェっていうのを期間限定で開いてでそこにやっぱ人を集めてでそこでそのピノをこうアレンジするみたいなことをやってるみたいなんですね。でそこでインスタとかを使ってて情報が伝播して これかわいいねみたいなことになって来場者数もかなりいるみたいですしうん、うん、テレビ CM じゃないっていう時代がちょっとついにやってきてるっていうニュースでちょっっと興味深かったですね逆に言うと、はい、アプローチの仕方によっては、ね、そ,それぐらい商品には魅力があるのは間違いないわけですから、うん、それをでもやっぱりどうやって訴えかけていくかっていう方法はこれまでと同じではないってことですねと、うん、いうことですね。はい 考えていかなくてはいけない,みたいですね、はい。いや本当にはいそういう風に感じました。さて次回は、はい、メタルアート東証二部上場の単造メーカーなんですけども、はい、あの自動車や建設機械の部品をですね作ってるんですね。はい、最近ではね単造から機械加工までのこの1 関正さんに力を入れています。はい、ま現場見せていただきましたけどね、はい、やっぱりあの丹蔵のねこの技術がしっかりしてる、ね、だから一貫までね結びつくことができるんですね。はい、はい、たっぷりとご紹介させていただきます。はい、楽しみにしてます。しが経済ナウ次回もどうぞお楽しみに。